愛別町は北海道のほぼ中央に位置する人口2600人の小さな町です。明治28年に開拓の桑が下ろされ、今年で128年目を迎えました。本町はお米作りや畜産が盛んであり、美味しく安全安心良質な米や畜産物が生産され、消費者から高い評価を受けています。米作りや畜産の他にもキノコ栽培が盛んに行われ、今では北海道有数の生産量を誇り、キノコの里愛別として知られています。また本町は北海道の屋根と呼ばれる大雪山連峰の麓にあり、緑の大地と綺麗な水に囲まれた雄大で美しい自然が息づいています。愛別町では先人たちから受け継いできた歴史と豊かな自然を守り、子どもたちに大きな夢と希望を与えるため、優しさと愛情と感謝の気持ちを持った町民が誇れる町づくりを進めています。愛にあふれた町、それこそが我が町愛別町です。皆様方とご縁をいただき、共に愛別町の未来を作り上げていけることを願い、心よりお待ちしております。愛別町は豊かな自然に恵まれ、旭川市から程よい距離にあるため、とても住みやすい町です。休みの日にはドライブに行ったり買い物に出かけたりと、とても充実した毎日を送っています。春は満開の桜、夏はキャンプ、秋はキノコの里フェスティバル、冬はスキーや雪中ソフトボールなど、愛別町は一年中楽しめる町です。一緒に働けることを楽しみにお待ちしております。子どもの笑顔輝く恵みの大地愛別という愛別町の基本テーマに魅力を感じ、私も子どもたちの思い出に残るような事業を行いたいと思い、愛別町役場を志望しました。現在は教育委員会社会教育係で愛別町民を対象とした事業の準備や運営を行っています。志望理由でもある事業の運営を行っていく中で、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方々と触れ合うことができ、楽しかったやまた参加するねと声をかけていただいたときは、仕事のやりがいを感じます。私は愛別町の出身ではないので、愛別町で生活することも仕事をすることも初めはとても不安を感じていました。ですが気さくで温かい町民の皆さんや職員の方々、また気軽に相談できる風通しの良い職場のおかげで、毎日楽しく過ごすことができています。また愛別町役場には野球部とバレーボール部がありますので、勤務終了後や休日にスポーツを通してリフレッシュや他の課の職員の方々と交流を深めることもできます。知識や経験値が増え、自分自身の成長につながると思いますので、愛別町で一緒に働きましょう。命の最前線で活躍する救命士に憧れ、専門学校で資格を取得後、愛別消防署へ入りました。消防士がやりがいを感じる瞬間の一つは、社会や地域、町民の皆さんの役に立っていることを実感できる時です。世の中には目に見えない部分でも人の役に立っている仕事がたくさんありますが、消防士は直接的な人助けができる仕事です。火災をはじめ様々な災害現場の最前線で人命を救うため、日々様々な訓練を行っています。日々の訓練は決して簡単なものではありませんが、互いに切磋琢磨しながら成長することができる環境はこの仕事の魅力であると言えます。はじめは体力に自信がなくても、消防学校の期間の中で少しずつ消防職員として必要な体力を身につけていくため、自信がない方でも問題ありません。だから私は愛別町。